八戸駅に付属したユートリー1階にはこのようなお土産コーナーがあります。このお土産コーナーで今日からこの八戸ブイヤベーススープの 缶になったブイヤベーススープの発売になっています。今日はこれを買っていろんな料理を作ってみたいと思います。じゃあ今からブイヤベース使う具材が一口大に切ったタラとムール貝、背ワタを取ったエビの他にジャガイモと玉ねぎからブイヤベース缶を開けてくんかくんか、あ本当に純粋にスープだけなの、具材が入っていくと思って火をかけてどんどん具材を投入していきます。お指様が、では約煮込んで10分ぐらい煮込んで完成しました。そして具材がタラ、エビ、ムール貝とジャガイモと玉ねぎ、人参は入ってません。